よく見たら風太郎くんじゃん。この係じゃなかったよね。え、四つ葉は。いや待てよ、四つ葉のみならず一花までいるなんて、これは好感度を上げるチャンス。上着持ってくればよかった。持ってくれ俺の体。コミュニケーション能力マックスだ。四つ葉を手伝ってたんだ。さあ運ぼうぜ。肝試しは楽しんでもらえたかな。え、うん、ドキドキしたよ。それは上々。実行委員として嬉しい限りです。風太郎くんが実行委員をしっかりこなせるかは別の意味でドキドキしたけどね。これは一本取られましたな。あ、やっぱり待って、何その喋り方変。え、普段俺どんな風に喋ってたっけ。風太郎くん、勉強以外じゃ積極的に交流しないもんね。何を気にしてるのか教えてごらん。なるほど、つまりみんなに嫌われたくないってことね。そういうわけでは。あの風太郎くんがね。だから違うって。じゃあお姉さんが練習相手になってあげる。練習ってどうやって。私はミクほど上手くないんだけど。君しっかり持つ気ある。私が重いじゃない。何ぼーっとしてるんですか。与えられた仕事を責任持ってこなしてください。いつき、ほら返事して。あ、いつきに見とれて集中できなかったぜ。なんかやだ。もっと自然に言えばいいんだよ。それでもコツはいるけどね。ニノには負けないくらい強く、逆にいつきちゃんには優しさを。自分の言葉でね。あ、私にも優しくしてくれて OK だよ。いや、優しくね。覚えておく。先に一花と話せてよかった。やはり長女だけあって俺や五つ子に対しても分け隔てなく見る冷静な目を持ってる。じゃあ次はみ、どうした。なんでもない。最後の一本だな。これで明日キャンプファイヤーできるね。明日か。ミクから話聞いてるよな。うん、なんか踊るみたいだね私たち。なんでこんなことになったんだか。恥ずかしいよね。どうする、練習でもしとく。1かか2のどちらかにしなければいけないのならばやめるか。言った通りその場の成り行きで決まった約束だ。伝説とは何だってのも乗り切れないしな。俺がいなければ前田もごまかせるだろう。それに俺と踊ってるところなんて他の奴らに見られたらお前も。え、いちか。あれ、なんでだろう。違うの、ごめん、一旦置いていいかな。さあさっさと終わらせて宿に戻ろう。あれ、もう残ってないじゃん。ほんとだ、意外と早かったね。うん、すみません。あの、上杉さん見ませんでした。上杉ってあいつ見てないけど。前にもこういうことあったね。というか隠れる必要ある。優しく優しく。誰も見てないから。あ、また俺は変な感じに。ガシャン。ガチャ。待て、まさか。ここにかけてあった鍵は。
あ、一本取られたね。